クイントン、ランページ・ジャクソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。テネシー州メンフィス出身。ランページ・フィットネス・アカデミーチーム主催。元 UFC 世界ライトヘビー級王者。軽量時のジャクソン10歳の時に、ドラッグ中毒の父親が蒸発。ジャクソンは、ストリートファイトに明け暮れて、ドラッグを売る、辛い幼少期を過ごした。17歳でレスリングを始める。 その後、大学時代に友人の勧めで総合格闘技に転校した。1999年11月13日、メンフィスで行われたアイスコーフでプロデビュー。マイク・パイルと対戦し、判定勝ち。アメリカ合衆国のローカル大会、キング・オブ・ザ・ケージで連戦連勝していたところ、桜バ和寿の相手に抜擢され、2001年7月29日のプライド。 15でプライドに、初参戦。試合には負けたものの、投げ技で桜場を追い詰め高い評価を獲得し、プライドレギュラーの座を手に入れた。2001年10月14日に、プロレス団体、格闘探偵団バトラーツの興行で、総合格闘技ルールで、アレクサンダー・大塚と対戦。大塚を大流血に追い込み、ドクターストップ勝ちを収めた。 2001年11月3日のプライド17では、敵討ちに来たバトラーツ、所属の石川武志樹を 1R 早々パンチでこ、帰り打ちにした。2001年12月23日、プライド18で松井大二郎と対戦し、試合開始早々膝蹴りが松井の近敵に入り、失格負け。2002年4月28日、プライド20で、 佐竹正明と対戦。怪力から繰り出されたスラムで、佐竹の背骨を折り、小勝ち。2002年7月14日、K1 に参戦。K1 ワールド GP2002 イン福岡で、シリルアビティと対戦し、1R に、右フックで小勝ち。同年12月31日に、猪木ボンバイエ2002で、アビティと再戦するも、再び判定勝ち。2002年9月29日、 プライド22でイゴールボブチャンチンと対戦し、1R ギブアップ勝ち。2003年3月16日、プライド25でバンダレーシューバの持つミドル級王座挑戦権をかけたケビン・ランデルマン戦に勝利し、プライドミドル級のトップファイターとして認知されるようになった。そして試合終了後シューバへのマイクアピールから乱闘を繰り広げた。その後、プライド26で 医療品無医者、プライドグランプリ2003開幕戦のミドル級、グランプリ1回戦で分けがで欠場した、ヒカルド・アローナに代わり、UFC 世界ミドル級王者ムリー・ロブスタ・マンチ、準決勝では、チャック・リデルと、これらの試合にもすべて勝利し、GP 決勝にて、因縁のシューバーと対決。序盤は、有利に試合を運んだが、最後は、シューバーの膝蹴りの連打の前に敗北。準優勝となった。 2004年6月20日、プライドグランプリ2004に ND ラウンドで、充実世界一の実力者、ヒカルド・アローナと対戦。アローナの必要な寝技の前に完全に試合の主導権を握られるが、三角締めを狙ったアローナを、パワーボムで、マットに叩きつけ失神小勝ち。王者シューバへの挑戦権を再度獲得した。2004年10月31日、プライド。 28のミドル級タイトルマッチでバンダレー・シューバと再戦。試合ではシューバをあと一歩まで追い詰めるも、またもシューバの膝蹴りで小巻きを騎し王座獲得に失敗した。2005年2月20日、プライド29でシューバの同門無理ロ忍者を僅差の判定で破った。2005年4月23日、プライドグランプリ2005開幕戦のミドル級。 グランプリ一回戦で、シューバの弟弟子であり、忍者の実弟である、マウリシオ将軍の打撃でアバラ骨を骨折し、TKO 負け。後日、試合中に、肋骨が折れたと自人にアピールしたが、タオルを投入してくれなかったセコンドと衝突、長年所属してきたチーム大山を離脱することとなった。この試合後にファニーとイバラを正式にトレーナーに、迎え入れた。 復帰戦となった同年10月23日のプライド30では横井博志校に TKO 勝ち。2006年2月26日、プライド31でユンドンシクと対戦し、判定勝ち。この試合で、都との契約が終了し、プライドを去ることとなった。2006年7月22日に行われた、アブリワフでマットリンドランドと対戦。スラムを、 お互い繰り出すなどして判定勝ち。次戦は総合3戦目のランページを総合初戦ながら破ったマービン・イーストマンとのリベンジマッチがアブリュアフで予定されていたがアブリュアフ自体が UFC を運営するズッファ社に買収されたためイーストマン戦はそのまま UFC へスライドされることとなった。2007年 UFC75 の前日形容にて ダンヘンダーソンと向かい合うジャクソン2007年2月3日、UFC デビュー戦となった UFC67 で、改めてイーストマンと対戦。2ラウンド、クリンチアッパーの連打でイーストマンを越し、7年越しのリベンジを成功させた。UFC 世界王座獲得2007年5月26日、UFC71 の UFC 世界ライトヘビー級、タイトルマッチで、 王者チャック・リデルと再戦。右フックからノッパウンドで1ラウンド TKO 勝ちを収め、u f c 参戦2戦目で王座獲得に成功。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2007年9月8日、UFC75 の UFC 世界ライトヘビー級王座防衛戦で、プライドミドル級、ウェルター級2冠王者のダンヘンダーソンと対戦。全体として試合を優勢に進め。 サンパラレーノゴアール判定勝ちを収め初防衛に成功した。2008年1月3日、UFC 公式サイトにおいて、ザ2007ファイターズ・オブ・ザ・イヤー第1位に選ばれた。世界王座陥落2008年4月から放送された、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン7でチームランページのヘッドコーチを務めたが、シーズン中は、チームランページの選手は準決勝までで、 全員敗退。相手チームに失格者が出たことにより、CB ・ダラウェイが敗者復活を果たすも、ダラウェイは決勝でアミール・サダローに敗れた。シーズン後の同年7月5日に行われた UFC86 では同じく、コーチを務めたフォレスト・グリフィンとライト・ヘビー級、タイトルマッチで対戦。激闘を繰り広げたものの、0から3の 5R 判定負けにより2度目の防衛に、 失敗し王座から陥落した。破れたもののファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年7月15日、アメリカ・カリフォルニア州で当て逃げと無謀運転の疑いで逮捕され、ダナ・ホワイトが2万5000ドルの保釈金を払い、釈放された。最終的にジャクソンが罪を認め反省を見せ200時間の社会奉仕活動などを完了させると訴えが2010年1月8日に、 判事によって帰却された。2008年12月27日、UFC92 で、プライドで2連敗したバンダレーシューバと3度目の対戦。左フックで失神子勝ちを収め、約4年越しのリベンジに成功。ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年3月7日、UFC96 で、キース・ジャーディンと対戦し、3から0の判定勝ち。 ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2009年9月から12月にかけて放送された、ザ・アルティメット・ファイター・シーズン10で、ヘッドコーチを務めた。同じく、ヘッドコーチを務めたラシャド・エヴァンスとはシーズン中から、絶戦を繰り広げるなど因縁を深めたが、シーズン終了後映画出演を優先し、エヴァンスとのコーチ対決を拒否した。2010年5月29日、 UFC114 でエヴァンスと対戦。2R に右アッパーでダウンを奪うものの、テイクダウンとグラウンドの攻防で劣勢に立たされ、0から3の判定負けを喫した。なお、この試合の PPV 販売件数は約105万件に上った。2010年6月にアメリカで公開された特攻野郎 A チームザムービーでバラカス軍装役で出演。 同年8月の日本公開に合わせ来日も果たした。2010年11月20日、UFC123 で両都町田と対戦し、2から1の判定勝ちを収めたが、判定は物議を醸し、ランページが町田に自ら再戦を申し出るという後味の悪い結末になった。2011年5月28日、UFC130 でマットハミルと対戦し、 3から0の判定勝ちを収めた。2011年9月24日、UFC135 の UFC 世界、ライトヘビー級タイトルマッチで王者ジョン・ジョーンズに挑戦し、スタンド、グラウンドともに終始圧倒され、リアネーキドチョークで 4R1 本負けを喫し、王座獲得に失敗した。2012年2月26日、日本で開催された。 UFC144 でライアン・ベーダーと対戦し、0から3の判定負けを喫した。なお、前日計量でジャクソンは5ポンドのウェイトオーバーで、ファイトマネーの20%を没収されている。2013年1月26日、UFC オン・フォックス6でグローバー・テイ・シェーラと対戦し、0から3の判定負けを喫した。二千十三年六月四日、 ベラトア MMA とプロレス団体のティネと同時契約を締結。6月6日、ティネの番組であるインパクトレスリングにて登場し、カートアングルとのプロモーションを行った。2013年11月15日、ベラトア初参戦となったベラトア108でジョイ・ベルトランと対戦し、パウンドで TK を勝ち。当初はキトオーティズと対戦予定であったが、 人の怪我のため直近でベルトランに変更となった。2014年2月28日、ベラトア110のライトヘビー級トーナメント1回戦でクリスチャン・ムプンボと対戦し、パウンドで小勝ち。5月17日にはベラトア120のライトヘビー級トーナメント決勝でキングモーと対戦し、3から0の判定勝ちを収め優勝を果たし、 ライトヘビー級王座への挑戦権を獲得した。2015年4月25日、約2年3ヶ月ぶりの UFC 復帰戦となった UFC186 でファビオ・マルドなどと対戦し、3から0の判定勝ち。なお、UFC 復帰後も引き続きベラトールの契約下にあり、それにもかかわらず UFC に復帰した理由として、ジャクソンは契約に関して、 ベラトールは自分を尊重しなかったと主張している。この件について、ベラトール陣営は、法的手続きをすることを発表し、その後ニュージャージー州上級裁判所によって、ジャクソンは署名した契約を違反しているとして、UFC で戦うことを差し止める処分を下した。しかし、その後4月21日に、ニュージャージー州高等裁判所の上訴部はジャクソンが、 UFC で戦うことができると主張して、UFC で戦うことを差し止める処分を覆した。後日、ジャクソンとベラトール次元は和解し、ジャクソンが再びベラトールに復帰することを発表した。2016年6月24日、ベラトール復帰戦となったベラトア157で、石井里氏と対戦し、2から1の判定勝ち。二千十七年三月十一日、 ベラトア七十五でキングモート再戦し0から3の判定負けリベンジを許した二千十八年一月二十日ベラトア九十二のヘビー級ワールドグランプリ準々決勝でチェールソネンと対戦し0から3の判定負け二千十八年九月二十九日ベラトア二百六でバンダレーシューバと通算四度目の対戦をしにあるシューバに 右フックでダウンを奪い、パウンドで TK を勝ち。これで、シューバとの通算戦績を2勝2敗とした。ランページのニックネームにふさわしいスラムを多用する、パワフルかつ荒々しいファイトで注目されたが、堅実なボクシングテクニックやレスリングの攻防にも、優れている。UFC 参戦以降は、スタンドに偏ったストライカーとしてのスタイルを、確立している。サインに応じるジャクソン。 ありがとうございます。